にちは。こんにちは。今年もこの季節がやってまいりました。そう、カニ取りです。はいはい。もう6月も後半入ってきたので、もういるんじゃないかと。時期が早いからもしかしたら取れないかもしれないけど、取れるか取れないかが楽しいって言うじゃん。カニ取りは。カニ取りは。確実な方がいいな。俺もごめん、俺もそれがいい。この3年間で分かったことがあります。こちら。このネットを使って取るのが一番いいっていうことに気づきました。アジとか入れて垂らしたらカニがほほほほカタッと取りきますね。すごっとね、簡単な話ですよ。簡単な話です。どんくらいの取りたい？え、こんぐらい。面白くなかった。こんぐらい。しつこいだけだった。取りに来た、取りに来た。ごめん、ごめん、やめて。じゃあ行きましょう。はい、せーの、おう。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。はい、着きましたね。ちょっと民家が近いから、はい、まあ、近いってほどじゃないけどね、うん、ここは初めて来たところで、はい、どこだかわかんない。なんかね、昔ね、はい、カニいっぱい捕まえたとこがあった、はい、2年前ぐらいの動画で、はい、場所忘れちゃったんだ。そういうこと。そう、はい、で、確かここら辺だっただろうっていう、うろして着いた港がここ、ここです。とりあえずいるかどうかちょっと探してみましょうか。はい、よくこういうとこ前よく行った、うん。あ、いそうな気がしますけどね。そんな気配あるね。ん、違うね。違うね。カニといえばでも胸をさんですからね。そう、カニ愛を持ってるから、ね。不思議と見えんだよね。移動します、はい、移動しましょう。俺、長い戦いになるな。りそうですね。俺、向こうの県まで行く気がするな、俺。今日、朝日を見そうだな。怖いわ。移動してきました。移動してきました。さあ、ここにはいるのでしょうか。どうですかね。長い旅になりそうな。なるでしょうね、これは。カニ放浪の旅。さあ、見てみます。はい、どうですか。いますか、カニ博士。今のところ見なくん、ちょっと怪しかったら、んって言うてね。はい、ほんとなんか同化してたりするもんね。それで光当てた時だけなんか目がキラッて光って、でもまたなんかカニパスタとかしたいですね。ねえ、カニパスタリフェンジしたい。お、出た。カニさん。あ、いたいた。お、ちょっと待って。ごめん、胸くん準備してきてから俺見張っとくよ。いました。逃がすなよ。手が見えてる。あ、本当だ。いた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 、あそこいた。ちょっと移動しよったですね。あ、いいでしょう。ちょっと待って、これこっち行かせて、はい、あそこの影でしょう。こいつ、こいついましたね。これ釣れそうですね。すげえ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 。さあ、今回の釣りの仕掛けでございます。マジか、こいつでっけー。マジででかく、でかいぞ、めちゃめちゃでかい。見つかった時の2人の顔がもう、同時に見つけたね。あー、動くな、お願いだからちょっとずつ見て、ちょっと見せる、ちょっとこれは三角コーナーのネットですかね。そうです。はい、ミスカール。説明後でした。早く味入れて。今回味がなかったもんね。はい。これって三倍。おもりはある。おもり？あのね、ステボ。100。
これボールを重り代わりに入れますね。はい。とりあえず行きましょう。それでとりあえず行きましょう。こだわり見せる気はないって今早くして。あれ2匹いる。え、あ、え、2匹いる。え、確かに2匹いる。ちっちゃい。あ、出てきた出てきた。ほら手前にもいる。これ手前もカニや。奥にもデカニいる。じゃ、胸をかっ娘にって言ってくれ。2匹いるんだ。意外と網が短くて娘なんだよ。まだほんとちょっと遅くないか。違うぐらい2匹いるんだし、何も違うことはないんだよ。どんどん奥行ってんだよ、でかい方が。何も違わないんだよ。まだ薄いんだよ。これでもゴルフボール浮いたら止まるからね。絶対浮かないでよ、そのゴルフボール。ほらもうめっちゃ奥行った。無理だこれ。え？何やってんだよ。何やってんだよ。できたできた。そこの真下に沈めてみて。この真下。ほか、そこそこ落としてみて。もうちょい下ぐらいに多分いる。そこら辺にいると思う。そこら辺にいると思う。噛みつけ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 。これどれ？こいつか。あ、飛びついた。飛びついた。飛びついた。いた行ったんじゃない。ゆっくり上げて、ゆっくり頑張れゆっくり上げて、頑張れやがそうっすね。いけそうだね。いや、浮いてるけど、浮いてる。あ、ロープか、ロープに引っかかってんだ。慎重に行ってほしいな。ネットがあれに引っかかってんのかな。一回外す感じで、あ、離れた。あ、最悪じゃん。よし、取れた。いた。お、でかい。でかいスープ、これ。正直結構諦めモードだった。なんか来て挟まる。正直諦めモードやったよね。やったー。テリーさん次見よう。見つけちゃったこの帽子。移動しよっか。ごそっと移動しよっか。なるほど。ちょっとごそっと移動します。移動してきました。はい、移動してきました。ちなみにこの竿、はい、ジャッカルにわがままを言って釣岡カラーの穴釣りロッドを釣ってもらいました。見てください、巨大な石が入ってますが、このシナリオすごいシナリオですね。さあ見てみましょう。はい、普通にね、ここら辺にね、地面にいたりもいたりしますもんね。うわ、あれカニやろ。ずっとぴょん。なんで嘘ついたんですか。いました。あ、もうでかい。でかいけど逃げました。あ、いや、2匹いる、2匹いる。はい。右側がでかい。どれどれ？右側。白いの、カニ。え、でかすぎ？マジっすか？それ、これカニならでかすぎ？おぉ！で、攻撃してきた。でかくないっすか、それ。いや、めっちゃでかい。え、やばくないっすか、それ。来たね。来ましたね。でかすぎ。とりあえず掴みましたね。でかすぎワロスだ。でかすぎ。食いついた。食いついた。ちょっと待って。これでかすぎ。やばいですね、これ。よし、行くぞ。あ、これ、浮く。行くよ。ゆっくり行くよ。取れる。
あ、いけるいけるいける。あ、動いた動いた動いた。すごいすごい。あ、動いた。あ、動いた。でっか。あらか、これ。あらか。あらか。よっしゃー。その横のとこ取りましょう。ちょ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 。クーラー持ってくる。クーラー持ってくる。喜びもつかの間ですけど、でっかこれ。でっかでっかでっか。これやばいですね。これやばかね。これ。でかすぎ。やばいっすねこれ。でかすぎ。怖っ。ナイス。いるよ。はい。ただあともう一匹いますからね。よし入れるよ。はい。よいしょ。もう。比べたらほら全然違う。でっか。やばい。やばい。そうそうそう。消えたね。消えたね。まあ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 でも、うん、すぐいたけん探したらおるよ。ね、右のって言ったよ。あれ右のでかすぎけん、はい、いやカニじゃなかろう。俺もゴミと思ってました。あれが手に広げたカニとは思わないね。はい、危なくまた嘘つきってされた。前も嘘つきって言われてカニやったもん。なんか、はい、白い、はい、でか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 い、それやばかいですね。待て、それでかいっすよ。こい、目の前だぞ。これさ、網だけでも取れそうやけど、なんかでも一応ね、はい、網に、あ、来た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 。来た、ちょっと待って離れるかな。いや、ちょっと食わせるまでやるね、はい、あ、食った、食った、あ、穴開けられる、破られるかしら。いくよ、離すよ、はい、いくよ。強そう。強い、頑張れ、強い、頑張れ、いくよ、離れる、ちょっと待って、離れた、あ、いった、いけ、よっしゃ、よっしゃ、こいつ、うわ、でっけえ、こいつ、これえぐいっすね。でっかー、これえぐいっすね。でっかー。やっば。3年目にしてなんか、なんか、やばいね。いやー、出なかったね。取れましたね。5匹ぐらい最初、本当は5匹とかかなって俺思ったけどさ、はい、このデカさなら完璧ですね。発射できる。いや、最後のがやばいよ、また、うん、でく最後のこれだもん。でっかやばなんかでかすぎてちょっと紫色になってるもん。怖っ1匹目のもさ、はい、でかいと思ったけどさですね。これも多分でかいんだよ、1匹目の倍ぐらい。でも他のがでかすぎてさっぱー。まあ、ということで、はい、大成功でした。大成功でした。これからでもシーズンインですからね。イエーイ。もう一回、なんかシーズン大、はい、大量とは言わないけど、うん、次は蒸して食べるぐらい。ね、あー、でも蒸して食べたら、ね、これ大きいもんね。これ大きいもん。でも、毎年恒例のパスタ作りましょう。はい、そうですね。はい、やっぱ始めますからね、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかった、うん、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。